ようやく溜まったぜ。たっぷり溜まったんで、やっていただきましょう。14。まだか。早く終わってくれ。そろそろ終わりが見えてもいいんじゃないのか。タウンレベル14。俺は、おじいぼかな。おじいぼだとちょっとなんかさ、他のおじもってちょっと名前かぶりそうだから、まだ出てこないか。来たー。うん、全然変じゃない。全然おかしくない。見てみましょう。おじいぼ、元手相鑑定士。うんこと間違えました。いや、うんこです、お前は。で、見てないやつとか見ようか。スピオジー、元ヤンキー。ちょっとね、裏作業中に進化しちゃったやつをちょっと見ていこうかなと。若い頃はブンブン言ってました。ブンブン。まあこれにはね、関係のあるおじもんがいまして、おじふりー、元 YouTuber。 ブンブン、世界は不安やめい。おじドリル、元床屋。つむじをつつきます。やめて、つむじをギュッと押さえると、あ、でもさ、便秘になるっていうのと下痢になるっていう派は分かれるよね。あと、たまに身長がたまるっていう派もいる。よーし、たまったぜ、行きましょうか。ちなみにですね、お気づきでしょうか、何か変わりましたよね。そしてもう一つ細かいところですけども、数値のところのチョーンが増えたと。おかげで見やすくなったぜ。なんでかっていうと、8月5日にアップデートがされてしまいました。それまではね、レベルが14のままで、まだタウンレベルの次の解放ありませんって感じだったのに、よっしゃ、これでひとまずここで中断できると思ったら、ははは。さてさて、次はなんだろう、おじんど、三親父だとちょっと長くなっちゃうな。まあ、とりあえず次のおいでよ。おいでよ、おじもの森。こいつだ。ニューおじもん、ゲットだぜ。なんか人が着ぐるみかぶってるような。ほい。お、ちょっと避けないで。なんだろうな、これは。おじんど、元、ダビ食。皮膚が厚いです。寝転んだ。かわいい。しかもね、なんか広がってんよ。そしてなんかいるよ。タップしてみよう。はっ、ダメだ。この人は3万円だか5万円くれもしない。そしてただ見守るだけ。ただの監視員だ。大丈夫か、この中。みんなマスクしないで。コンという外音がやってきたぞ。動いてる。ほいほい、どんどん行くよ。工事しましょう。次はどんな感じに変わるか。町の方がゴージャスになった。おじの草。親父草。さあ、どっちだろうね。来たー、町の前。ニュー王子もゲットだぜ。さてさて、で、あとね、おじいぼが進化しました。おじいぼっく、元保育士。子供に好かれたことはありません。毒を持ってるからか。で、これおじんどで、謎の味、また庭師。除草、あ、消えた。除草剤で毛が消えた。毛じゃない、草が消えた。この時点であれかな、謎、あー、だめだ、おじの草が出てきたってことは、ここはおじ虫シティとかなのかな。よし、行きましょう。次何かな、おじいディとか。その間に何かあったっけ。うわー、綺麗。途中のタウンなんだっけかな。おーっと、おじパンだっけ。だっけっておかしいよな。俺も含めみんなまだこのおじもを見たことがないはずなのに、だっけっておかしいよな。
そろそろこっちも、お、出てきた。何これ、顔を絡めてる。ちょっと焼酎引っ掛けてきた。嫌な顔してんな。早速図鑑で確認してみよう。おじパン、元パン職人。そうなんだ。山丸パンじゃなく、進化させたやつをとりあえず一応狙いつつ、ポチポチポチ。おじパンってなんだっけ。おじほになるのかな。で、おじの草だっけ。こいつはなんだっけ。臭い親父とおじレシアになるのかな。しかし来ないな、進化は。意外とおじパンじゃない、なんだっけ、おじんとか、あいつもなかなか進化しなかったし、まだ進化してないんだよね。ふい、最後じゃ、おじ中ゲットだぜ。ふう、さてさて、ちょっと見てみたりする。ピッ、そういえばこれって見せてなかったっけ。触るとこの採掘力とか、どんだけ捕獲したよーとか、レベルも見れると。ちょっと上げとくか。ポチーン、割りかし上がっている。で、広がっているけども、これだけ広がってるから、このアップデートでもっと増えるのか、まだまだ増えるのかと思いましたけども、ここでおしまいなんですよ。現在のバージョンだとここで終わりと。ということで、一旦ここで区切りましょうか。まあ、またアップデート来たらやるかもねと。やらなくても、まあ、みんなおじもんトレーナーとしてダウンロードして、ぜひ旅に出てみてはいかがでしょうかと。もうおじサラタウンに、脱サラタウンにさよならバイバイして、まあ、そのままから人生からさよならバイバイしないように気をつけつつ、これからもおじもんトレーナーとして頑張っていってほしいですけどもね。まあ、なんだかんだでやっぱインパクト強かったけども、まあ、ゲームの性質上ワンパターンになってしまうのは仕方ないけどね。まあ、次新しく出てくるおじもんがどんなやつなのかなっていうのはね、なかなかに面白いけども。あ、でこのゲームの欠点というか、あのお笑い癖なのが、このシェアでツイートするとそのフィーバー出るやつあるじゃないですか。市場だとおじもんが出やすくなって、力と採掘が激しくなるやつ。たまにさ、文字数がさ、ツイートのあの数超えてて、文字数手動で削らないとツイートできないっていう、あのお笑い草な感じのがあるんで、自動ツイートっていうかの、なんて言うんだろう、作られたのくせにそういうのがあったりすると、さすがにちょっとアホ臭いですなと。まあ、こんだけあるから、そのうちね、山ほど増えるんでしょうけども、いつ増えるかは分からんし、大人の手によりこのアプリが中断されるかも分からんし、続くことを祈りつつ、おじもん実況プレイ一旦ここでおしまい。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は、動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。メインのチャンネルを登録してくれたにゃー。